戦車博物館は戦闘車両を収蔵するイギリスの博物館である。以前はボービントン戦車博物館と呼ばれた。26カ国の約300両の車両が展示されており、これは世界で最も広範な戦車と戦闘車両のコレクションである。このコレクションは唯一稼働するドイツ軍のティーガー・アイや第一次世界大戦時のイギリス軍のマーク・アイ戦車を 組んでいるこれは戦闘で生き残った戦車として世界で最も古い。このコレクションは南西イングランドドーセット州のボービントン駐屯地に保管されていたものである。これはドーセットのウールから北に約2キロメートルプールの主要な港から西に約2 0キロメートルの地点である。この駐屯地では イギリス陸軍の早期車両の操縦及び生産工場と同水準の車両修理、整備を全部門にわたって訓練する。博物館はウールの駅から約 2.4km の距離にある。第二次世界大戦のドイツ軍戦車、V5 戦車パンター1916年、イギリスの陸軍省はボービントンキャンプを戦車搭乗員用の訓練施設として設立した。 第一次世界大戦時、イギリス陸軍は、残豪戦を打開するべく、戦車を導入していた。1919年、配備されていた戦車はフランスからボービントンへ戻された。多数の車両は、スクラップにするため保管されたが、搭乗員と、戦車設計者には、初期の戦車を遺産として残す考えがあり、損傷の少ない少数車両は脇に、取り分けられておかれた。 1923年に作家のラドヤード・キップリングはボービントンを訪問し、博物館を設立すべきであると強く勧めた。第二次世界大戦後、連合軍が多数の数軸国側戦車を露覚したため、コレクションは大いに成長した。1947年、コレクションは一般に開放された。戦車博物館は発展を続け、 今日ではこの方面に合わせて調整されたコレクションの展示で一般大衆を教育し楽しませるものとなっている。戦車の多くは完全に作動でき、下記の間は車両を稼働させる特別展示を見ることができる。イギリス軍のマーク V 戦車本社は1918年8月のアミアンの戦いで作戦に参加したロールスロイス、装甲車これらの展示は現在 5つの区画に分割されている。第一次世界大戦艦大戦艦ホール、第二次世界大戦艦タミヤホール、イギリス鉄工業館である。スペースと現代化された、施設のさらに5000平方メートルを提供する、拡大作業は、2008年まで行われた。2008年まで、施設の近代化回収と追加の展示スペースを付与する、拡大作業が行われた。 最初期のリトルウィリーからマーク8戦車、リバティに至るまでの間、開発されたイギリス軍戦車を収容し、さらに、まだ実動する数少ない第一次世界大戦の戦闘車両であるイギリス軍のマーク V 戦車がある。また、トーマス・エドワード・ローレンスの兵士としての活動を描いたイラストの展示が加えられた。彼は、近隣のクラウドヒルの小屋に居住し、 短い期間、ボービントンの戦車部隊に勤務した。第二次世界大戦に至るまでの期間、急激に進歩する戦車設計のハイライトを展示している。ヤークトティーガー戦争に関連した主要各国の戦車からなる最も巨大なセクションである。展示にはティーガー愛が含まれている。これは1943年4月にチュニジアで露革され、 ボービントン戦車博物館の工場で走行可能な状態まで完全に再生された自力で走行できる唯一のティーガー i である。また唯一残存した浮港用のキャンバススクリーンを持つシャーマン DD 戦車がある。T-55AD1991 年7月オープン。模型会社のタミヤによる寄付及び、同額の国庫補助、並びにブリティッシュスチールによる 資材提供を受けて建設された。ここでは、戦後の主力戦車、イギリスのセンチュリオン戦車やアメリカの M60 パットン、ソ連の T-72 などが展示されている。46年の経歴を持ち、生産されたイギリス軍戦車のうちでは、最良の一つであることを証明した、センチュリオン戦車の歴史のハイライトを展示。チョバムアーマーを装備し、湾ン,ン戦争で、 イラク軍と戦った。タミヤホールとイギリス鉄鋼業館では現在展示内容を変更中だが、通常以下の車両が展示されている。トータスへ、突撃戦車、ブラックプリンス風評戦車、コンカラー、チャリオティア、センチュリオン、チーフテン、チャレンジャー1、チャレンジャー2、M41 系戦車、M130 戦車、M60 パットン、T-54、 t-55t-62t-72bmp-1a-mix-3069-79 式戦車イコーフ 91strv103 ストリッツ番源104博物館ではタイガーデーと呼ばれる催しが年に一度開かれる開催日は4月の下旬頃でありイベント当日は ティーガーア i をはじめとした多くの戦車、戦闘車両が総公開を行う。参加には会場、オンライン、電話でのチケット購入が必要である。また、ティーガーア i を間近で見学できるプレミアムチケットも販売されるが、こちらは要予約である。ありがとうございます。